エスタディオディア・フォンソ・エンリケスは、ポルトガル・ギマラン・イスにある、サッカー競技施設である。この競技場は、ギマラン・イスで、最も成功しているチームで、ポルトガルサッカーで最上位リーグのプリメーラ・リーガに、所属する、ビトーリア・ SC の本拠地として使用されている。1965年に、竣工、2003年には、UEFA ユーロ2004の会場に選定された、ため、 エドワルド・ギマランイスの設計により修繕と拡張が行われた。エスタディオ・ディ・アフォンソ・エンリケスの収容人数は3165人で、ポルトガル王国初代国王アフォンソ一世生誕の地であることにちなむ。エスタディオ・ディ・アフォンソ・エンリケスになる前は、エスタディオ・ムニシパルでギマランイスとして知られていた。UEFA ユーロ2004グループ C イタリア VS ブルガリア戦の様子。 UEFA ユーロ二2004の際には、この競技場で、グループ C の2試合が行われた。第1戦のデンマーク対イタリア戦は、0から0のスコアレスドローに終わった。第2戦のブルガリア対イタリアは、後半ロスタイムに、アントニオ・カッサーノのゴールで、イタリアガニの位置で勝利。スウェーデンとデンマークと、同じく勝ち点5で並んだものの、得失点差で及ばず3位に終わったためグループリーグで、 敗退した。過去6回、サッカーポルトガル代表の試合が行われた。2004年1月25日、SL ベンフィカに所属するフェヘール・ミクローシュの死を目撃する。その日、ビトーリア SC と SL ベンフィカとのリーグ戦で起こった。試合終了間際に、フェルナンド・アグイアールが挙げた、決勝点となる得点をアシストしたが、その際、遅延行為によるイエローカードを受けた。 イエローカードを受けた直後、フェヘールはピッチ上に前のメリーに身をかがめ、そしてピッチ上に仰向けに倒れた。心配蘇生法が施された後、フェヘールはピッチ内に到着した救急車によって病院へと搬送されたが、同日深夜死亡が確認された。フェヘールの死後、ギマランイスでの試合の際には、毎回追悼式典を行っている。ありがとうございます。